次に横蹴りを説明します。横蹴りの時のまず一つは抱え込みですが、抱え込みはできるだけ身近に抱え込んでください。次に、抱え込みと同時に股関節を割ってください。割るというよりも股関節を伸ばすと、あるいは股関節を開くといったような感じがいいと思います。次に引き足です。抱え込んだ足首帰ってきたら必ず同じ形に戻すようにしてください。引き足を取りながらそして下ろします。次に着込みです。着込みは腰を前に伸ばすという感じで、できるだけいっぱいいっぱい前に伸ばしてください。平頭あるいは股関節の関節を使いながら、いっぱいいっぱい伸ばしながら技を使ってください。その時にじっとしてて、蹴る形としては軸足と蹴り足が一体となって一本線になった状態で、蹴込むというそういう感じで技を使うと理想な蹴込みができると思います。Stop!